この立正厚生会ってよくあるじゃないですか、なんか施設が、はいはい、これ何なんですか。立正厚生会っていうのは霊友会から分かれたと、はい、先祖供養っていうのが中心になっていて、非常にあの現代的な先祖供養で、父方っていうか お父さんの系統だけじゃなくて、お母さんの家も両方先祖を祀るっていう、そういうやり方を取った。なんか施設が多い感じがするんですけど。あ、僕はその本部がある東京杉並区の和田っていうところで育ちました。神奈々のところにありますよね、はいはい、あの大聖堂っていう不思議な建物が建つのを見ながら小学生活を送ってましたから、はいはいはい、東の立正厚生会、西の PA、 あ、そんな感じ。これがだから創価学会と対抗している巨大教団ですね。ああ、